OK、はい、それじゃあちょっとロア一回俺それで試してみたいと思います。ロクが爆撃ローナもいます。ロクが返し返し壊せ壊せ壊せ。ああ惜しい。はい食らいません。前で行った瞬間なんかいるジャングル。なんで俺のその沼強っイグニッチを使っちゃった俺。オッケー。なんだったあいつ。もう一回来るんじゃん。あいつトリオじゃない多分。トリオ？うん。最初にそんな動きするわざわざ。うん。だって相手のガリの名前ケイジだよ。ニコラス・ケイジだよ。ニコラスか。うん。俺が割っとけば。言い上げする？おもろいけどな。言い上げ。言い上げを中央に集めるやつ？うん。俺上げしてみるか。移動中です。って上がると何が上がるの？基本ダメージ。はい死んだバカ。ダブルフラッシュダウン。いやーこれ入れねー。どうしようか。どっちもらっしゃいたよ。ナイス。ちょっとリベンいじめてたわ。リシンと一緒に。あ、やばい、急上げしちゃった。引き上げようと思った。大丈夫、大丈夫。ガリュウいけるくね、これ。こうやった。おいナイスー。プッシュ遅そう。そうなんですよね。なんか誰もいる。あ、でロアから行くんだったらロアから詰めばよかったんですか。マラブーツが詰んじた。もったいないね、それ。これね、2分ぐらい時間かかりますからね。なんかルシアン結構キル持ってんな。なんでや。でやね。敵を倒しました。これは実に凄惨な光景となるだろう。これか。いやこれワンチャンダイブで死ぬな俺。味方が倒されました。死んだらうそんよー。倒せないのそれ。これ軍団機連れてきたノーエル捨てるか。私なしでは展開はついえてしまうのだ。のタワーが攻撃されています。おいバッツ行き過ぎ。ちょっと普通のプレーをしよう。よよ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 よ。行くぞー。敵チームがドラゴンを倒しました。俺たちのコンセプトのウルトコンボができないように言ってくれないと。うん、ごめんね。近くにいて、嘘。マジかよ。味方チームがリフトヘラルドを倒しました。シルバー。トップレーンのパワーが攻撃されています。移動中です。敵を倒しました。私についての逸話、おそらく全て真実だ。味方が倒され、シンドレ野草絶対きついよな。まあきついだろうね。最初のタワーが破壊されます。あと150円。行かないか。俺はある。あ、歌んだったの。うん。よし、前でやっちゃおうか。やっぱりスタック溜まってないといまいちか。うわ、惜しい。まあそうだね。スタック溜まってないから。キモー。トップレーンのタワーが攻撃されている。このリベンできるリベンのなんか行動してない。なんかうざくない？うざいよ。ウルトコンボね、すげえいいダメージ出てんだよな、マジで。上がった。めっちゃ出てる音。音うるさすぎ。ナイスナイスナイス。ウルトワークウルトワーク。ボットレーンのタワーが攻撃されています。ナイスナイス。俺頑張ってるよそれ。俺とこも悪くないよな。これメテオエンチャントもやんないとな。シンドラいいじゃん。外した普通に。あ、俺生きてるって幸せ。俺。いやそれ楽しい。横で死んでたよ。おるおもり。いや序盤の気候が響いててロクデスしてる。移動中です。いやドラゴン行こう。危ね。移動中です。私の故郷は宇宙。これ9が3じゃねえとこれ一生打てねえのか思ったけど、9がマックスじゃねえと9上げだわ。さすがになんか止まるなと思ったけど。え？全然無理だな。ツンギじゃん。こっち集団戦弱すぎ？弱すぎじゃない？まだやねん俺。俺が強いの。まあ確かに。こっからやっぱりファイター系多いとちょっときついな。レオナがね。うん。次ビッグウルト、次ビッグウルトやで。オッケー。こいつら行動早いからさ、プリンクとか。そうなんやな、避けられんねんな。おい、めっちゃいいんじゃないこれ。ロガじゃなかったら死んでたぜ。いや、いいコンボ、やっぱいいコンボだなこれ。味方が倒されました。ね、俺それ上達してきてるよな。まあそうね、やってることはまあほぼジグスだね。オッケー、仮面入る仮面入る。え、やってねえ、なんかやってねえ、スキルねえんだよなまだ。俺なんかすごいなんか追われてるんだけど。熱い。リッシー死んじゃってるし。あ、バレた。いや、これはさすがに嘘だとおかちめんこおかめちよこ。うん、ニスキのね逃げがマジで渋い味出てる、本当にもうねいい味出てんだよな。なんか結構逃げれるよねそれ。いや、これ逃げれる、マジで逃げれる。あ、そうかそうか、全助できたのか忘れてた。本当だね。あ、この裏側のリコールマジ刺さるからな。歌ある？ああ、これやべ。俺の方が強いやろこれ。ほらー。ナイスー。このトリンダメはマジでさ、なんか。味方のために動かねえのにパンを取んなよ。俺リベ行くわ。リベに対して近づけねえ。やばい、バッテリー 10%。リベ行ってるよこっち。ダブルキル。敵を倒しました。移動中です。リベンは無理だ。うん、あいつは最強だ。敵のアンストッパブル。リンクールドドーン、素晴らしい。ミスキドの家がいい味出してるわマジでこのキャラいい味出るわ。出汁で効いてるマジでいいよ、うん気がついたらさ、やっぱりサポートのエンゲージ系キャラの方が鋼溜まってんだよな。もうムンドより溜まってる。もう400じゃん。うん、やっぱ溜まるもんだね。急デスもしてるからっていうのもある言いながら食べてる。うん、430。うん、勢いいいね。あ、そうだ、俺それリフトメーカー試したかったんだった、俺忘れてた。リフトメーカー試そう。レオナ強。結局。うん、結局レオナ最強。レオナ最強。待って、やべえ、これ俺死ぬかも。全然死なんわ、俺最強や。ああ、ナイス来てるよこれ。いや来てる、俺ももうまあね、めっちゃ強い。そうだった、リフトメーカー試すの忘れてた。さっき試すって言ってたやん。もうすぐ、もうあと何円だ、あと300円。ちょっとリフトメーカー買いたい、これ。青バフだ、青バフ取れ。ランディオーメン入ったら最強のタンカーになるな。もうこいつクソだマジこいつクソクソフィーダーがよ、なんで取ってんだよ俺のミニオン。リーダーではなかった。敵のタワーを破壊しました。どんぐらい回復するんだろう。ちょっとダメージ受けるか。ダメージ受けてえな。ジジイジジある。あ、ジジだ。ダメージすごっ。うわー、リフトメーカーの回復よくわからんかったいやレオナもいいな、楽しいな。鋼育成ゲーミングしっくりくるよ。うん、楽しそうよ。でもやっぱさ、ウルトコンボ結構ワンチャンありそうじゃなかった俺ら。うん、ワンチャンありそうだった。でも序盤があまりにも苦しすぎる。いやまあそれはそうや、そういうキャラやまあね。いやちょっとあれしたかったな、リフトメーカーでどんぐらい回復するの見たかったな。最後回復してた俺、タワー突っ込んでみたけど。いやわかんない、見返してみよう。で結局俺ムンドよりさ鋼溜まってるわ。やったや。あ、でも待って、めっちゃ回復してるマジウルト一発で451回復してる。ナイスやん。え、あれじゃね、ロアはまあロアはどうなんだろうな。まあでも初手行ってなかったじゃん学ぶ打つ行っちゃって。いやまあでもね、いやどう、悪くはないんだよな、硬かったし。いやこれでもなしじゃないの、これなしではないと思う。ちょっとむずいな、ロアで遅すぎるのでも大丈夫なのか、それともどうせ遅えんだからもう極限まで遅くしようぜにするのか、むずいな。まあ皆さんのお好みでどうぞ。アディオ。いや俺それ俺